福島県道66号小名浜小野線は、福島県岩木市小名浜から、田村郡小野町に至る県道である。岩木市小名浜の福島県道15号小名浜四倉、線から分岐北上し、小野町の福島県道19号船引き大越え、小野線に接続する、延長約 60km の長距離県道路線。路線の約一三に当たる区間は、国道十九号など、 他の路線と重複しており実延長は約4 1トルである。阿武熊高地を縦断する区間は万越自動車道に沿って並行し、岩き市三和町号湖で岩き三和インターチェンジと接続する。起点の小名浜地区東部から国道6号、住吉交差点までの区間は片側2車線。一方で国道49号との分岐以降は、センターラインのない区間も存在する。 住吉港区1997年7月4日、開通、商業浜岡商業の鹿島街道交点から、小名浜住吉の国道6号上番バイパス交点を結ぶ、従来の起点であった小名浜花畑町から、小名浜住吉にかけての市街地区間の渋滞解消のために建設され、後に、小名浜市も上白から商業浜岡商業までの区間も開通し、 小名浜港臨港道路を開することで、小名浜港から市街地を避け、片側に車線の幹線道路で常磐バイパスに至れるようになった。道路施設岡商明トンネル商業浜岡商明に位置する。1993年度より地方特定道路整備事業により事業化された。1993年12月3日に寄港され、1996年8月8日に、 貫通、路線開通に伴い供用開始された。総事業費は13億6400万円。愛孤島トンネル商業浜岡商業から小名浜、愛孤島に至る。1993年12月に寄港され、1995年12月6日に、貫通、路線開通に伴い供用開始された。岩木水石トンネル作業岩木市産は超。 下長屋座高の前にて二級水系夏、以下は水系小玉川を渡る。橋上は上下対向に車線で強要され、上り線側に、福音3.5メートルの歩道が設置されている。橋のすぐ北側が、三和町上長屋座宿かとの大あざざかいとなっている。走行費は1億7千万円。田尻橋岩市三和町上長屋座台平宝寺、向枝にまたがり、二級水系夏。 以下は水系小玉川を渡る。橋上は上下対向に車線で強用され、上り線側に福音3.5メートルの歩道が設置されている。上、長井地区の拡幅と線形改良のため、長井地区県営補助整備事業と合わせ全長を4.2キロメートルに渡る上、長井航空整備の一環で加強された。総工費は2億7400万円。 岩き市小名浜愛子島付近岩き見はインターチェンジ、付近岩き市三和町豪庫、ありがとうございます。